12月14日、夜明けからリジンスキーは激しい砲火にさらされており、同地の第687敵弾兵連隊は被害の大きさから撤退を検討。師団左翼も側面攻撃を常に受けており、もはや同地を維持することにメリットはなく、第686敵弾兵連隊は強行か撤退の2択を師団に突きつける。連隊は兵力不足により攻撃は遂行不可と付け加えていることから答えはもはや自明であるが、師団は回答を保留した。一方前線左翼では資材の搬出が遅れているためスロビキの橋頭保の撤収は1日延期。オートバイ大隊の攻撃が小さな成功を収めた程度で前線に大きな動きはなかった。ただ偵察からカリネブスキー橋頭保では敵部隊が再編成、オストロブスキー橋頭保ではシモチルスカヤへの攻撃準備が行われていることから、前車に対しては戦車連隊とオートバイ大隊、一個装甲敵弾兵大隊が攻撃し、後者は残りの装甲敵弾兵部隊が対応、そして砲兵が一晩中1000発もの砲弾を浴びせる予定となった。15日、深夜にスロビキノからの撤退を終えたものの、輸送力不足から多くの武器と弾薬が置き去りとなり、8.8 センチ高射砲も置き去りで橋の爆破すら行われなかった。オストロスキーは砲兵の攻撃者により制圧され、攻撃の可能性がなくなったことから、カリネブスキーへの攻撃がハウザー戦闘団によって行われた。この攻撃はある程度の成功を収め、下カリネブスキーまで残り1キロ地点までの前進に成功、ただそれ以上は阻止砲火のため進出できなかった。15日現在、時間はドイツ軍の味方ではなく、もはやドン川の橋が敵の手に落ちていたため、チル川沿いのドイツ軍は攻撃を放棄しスターリングラードを目指すこと軍の側面を防御する方針に移行する。この両日、戦線は非常に穏やかであった。理由は単純、ソ連軍は総力を挙げカミチルスカヤのアダム集団に対し猛攻を仕掛けていたためである。14日、ソ連軍は数十両もの戦車と大量な歩兵で同地に押し寄せ、アダム集団は地対戦闘しながら後退するも、午後1時20分には橋頭保維持は不可能であると第48装甲軍団に悲痛な声が届く。ドン軍集団司令官マンシュタイン元帥は第6軍の指揮維持のためにも同地の保持を命じるが、15時5分には戦線が突破され83両の戦車がカミチルスカヤになだれ込む。これに対し集団が保有していた対戦車兵器は 7.5 センチ砲1門、5センチ砲2門であった。17時には全門が破壊され、軍団は橋頭保の完全放棄を決定。当日深夜に撤退が行われドイツ軍はチル川沿いでの防衛を余儀なくされた。16日、第11装甲師団は新たな作戦のため14日以降戦線からの撤退を行っていたが、この日一部部隊を残し撤退が完了、戦線は第336歩兵師団とシュプンプフェルド集団に引き継がれる。第11装甲師団が撤退するや否やソ連軍は活発に活動し、ゴラヤ峡谷で戦車による偵察が行われ、129地点付近では敵戦車6両がうろつき、14時には戦車を伴った1個中隊が161高地のドイツ軍を分断しようとしており、左翼ではゼレ戦闘団への攻撃が行われた。これらは一応すべて対処されたが、敵は次々と集結しており翌日161高地とゴラヤ峡谷で攻撃が行われると予測される。17日、攻撃を阻止するため砲兵は少ない砲弾を駆使して撹乱射撃を行う。だがその努力も虚しく、7時40分には156高地、8時には 106.6 高地で戦車による攻撃が発生。前者は突撃砲と砲兵により撃退されたが、後者は第685敵弾兵連隊第1大隊の戦線を突破し第687敵弾兵連隊の後方に進出。9時時点で連隊は多くの対戦車砲を喪失。状況が極めて深刻であることから師団は後兵大隊にパンツァーファーにヒプングトルップスを直ちに用意するよう通達。直訳で戦車破壊部隊、対戦車手榴弾等で武装した歩兵による肉薄攻撃用の部隊である。10時に軍団急砲による砲撃で一時撃退するも、12時に再び歩兵を伴った戦車が襲いかかる。これによりドイツ軍は 106.6 高地を追い出される。その30分後、今度はゼレ戦闘団の右翼が突破され用地である129高地が奪われる。14時、師団右翼にいた第687敵弾兵連隊の一部が敵戦車に粉砕される。17時半現在、師団は両翼で行われた強力な戦車攻撃を耐え抜き、なおも陣地を維持していた。だが左翼ではゼレ戦闘団との接続を喪失し、右翼では第687敵弾兵連隊が著しい損害を計上。一時ロシア兵がゼレ大佐からわずか30メートルの場所にまで迫っていたというからいかに状況が危機的であったかがわかる。では第11装甲師団はこの日一体何をしていたのか。
同師団は先日疾患したカミチルスカヤとドン川の橋の奪還を目指す攻撃を命令され、まさにその準備の最中であった。実は8時10分に第336歩兵師団は軍団に装甲師団の増援を要請していたが、軍団が攻撃中止の命令を下したのが16時、前線の将兵は一番厳しい時期に独力でロシア戦車に対処しなければならなかった。18日、呼び戻された第11装甲師団を中心に、求人地を奪還すべく2方向で攻撃が行われる予定である。だが先手を打ったのはソ連軍であった。5時30分、10両の戦車を伴った歩兵がリジンスキーを目指す。前日の攻撃で対戦車装備のほとんどを消耗した第687敵団兵連隊にとってはまさに災難である。それでも前線部隊の奮戦により11時には戦車と歩兵を分断することに成功。孤立した装甲部隊は道路上でその多くが撃破された。ただリジンスキーは日中3方向から常に攻撃を受け続けた。一方で第11装甲師団は路面の凍結により集結が遅れ、10時45分にようやく攻撃を開始。だが14時25分、突如攻撃中止命令が下る、なんと夜間にストンプフェルド集団とルーマニア第3軍の間をソ連軍が突破したという。このため装甲師団は陣地を奪還次第即座に撤退、夜間行軍で突破点へ向かう予定になる。さて攻撃の結果 106.6 地点の奪還に成功するが、96.4 高地への攻撃は戦車の到着が遅れたこともありもはや不可能。16時30分、攻撃は中止され装甲師団は即座撤退を開始した。19日、戦車の援護を失った歩兵師団に再び攻撃が行われる。0時36分に第687敵団兵連隊第2大隊の戦役で攻撃が行われたがこれは撃退され、敵に出血を強いる。そして長らく続いたリジンスキーへの圧力はなくなり、戦線は小康状態にあった。一方で第11装甲師団は夜間の間に展開を終え、早朝に進撃してきたソ連軍に対応することに成功。約50両の敵戦車を伴った歩兵がデルベノスキーから南へ前進、150.6 地点北側でズトンプフェルド集団が7両を撃破。137地点で第15戦車連隊第2大隊が後方、そして他の部隊が側面から攻撃し敵戦車35両を破壊。敵の攻撃を受け師団長は反撃を画策、だがその前に敵戦車15両が先に攻撃を加え、これにより第110装甲敵団兵連隊第1大隊は甚大な被害を受けたが 148.8 高地でこれらを敵戦車を全て撃破。この日師団は合計して敵戦車65両をほふったと主張した。20日、この日以降チルカワの戦線は後退する。敵の度重なる攻撃により第11装甲師団は攻撃能力を喪失、これを補助するため第336歩兵師団から兵力が抽出され戦線はより薄くなる。そして23日、第11装甲師団はついに戦線から離脱。この日、ソ連軍は3個軍と1個戦車軍で北部のイタリア軍戦線を突破した。また冬の嵐作戦におけるドイツ軍の攻勢も終了した。一体彼らは何のために戦ったのであろうか。